見てて、ボットちゃん、すごいボットちゃん、ボットちゃんの活躍がすごい。おい、皆さんこんにちは。今回僕のヒーローアカデミアウルトラランブルやっていきたいと思います。最近生配信とかでもやらせていただいてるんですけども、今回はですね、動画の方にも残していきたいなと思います。まあバンティとね、こうヒロアカといろいろやっていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたしますと。まあ今回ね、ちょっと初めてのあのヒロアカ動画ということで、さ、何してんのっていう、まずいきなりね、結構ね、ちょっと緊張みたいな感じになってて、んでしっかりと音声取れてませんでした。はい、後取り実況です、よろしくお願いいたしますと。まあ一応知らない人のために説明しておくと、まあヒロアカはね知ってると思うんですが、まあね、おのおのの個性をいろいろ使いながら、3人1組のねチーム組んで、まあ一生懸命頑張りながら優勝を目指していきましょうというような、まあ簡単に説明したらね、そういう感じのゲームになります。ってことで早速ね、ちょっと戦闘シーン入っていきたいと思うんですけれども、このトゥワイスというキャラはですね、まあ非常に面白い。相手のダウン体、てか敵を KO すると、それをね、コピーして、まあ、ボットとなって、味方を増やすことができるんですよね。はい、なんで今回の作戦としては、めちゃくちゃにボットを増やしていこうというような、作戦になっておりますと。ね、こういうダウンしたキャラを、こう特殊、ダービーダビーダビー、こういう感じでコピーしていくと、こうやってね、ボットってか、まあ、もう一人のトゥワイスができたと思うんですけども、こういう感じでね、まあ、味方となって戦ってくれます。で、このボットが非常に優秀。まあ、差し支えながら、僕よりも優秀です、ボットの方が。はい、なんで、まあ、できる限りボットを増やした方が僕としては有利だよというような感じですね。で、あそこはダビね、止まってる間にしっかりと、フォーカスと思っていたら、めちゃくちゃボコスコにやられましたと。まあ、このトワイスはね、機動力あるんだけど、耐久力がないと。で、ダビは、言うて火力めちゃくちゃ高いんだけど、まあ、角切り遅いから、まあまあ生き延びれるであろうっていうね、ところで頑張って、灰ずくばってたら、見てて、ボットちゃん、すごいボットちゃん、ボットちゃんの活躍がすごい。まさかのボットが味方を助けてくれるっていうね、僕なんかよりも全然優秀でございますということで、早速 KO された、要介護ムーブですね。まあ、誠に申し訳ない、あまりこう慣れてないね部分もありますので、まあ、味方さんにはねたくさん迷惑をかけていきますが、まあまあまあ、もう持ちつ持たれつ、持たれつ持たれつ持たれつのね、割合、ごめんごめんありがとうごめんぐらいのね割合でちょっとやっていければいいなと思いますので、次のシーンまでやっていきましょう。ということでね、次の戦闘シーンやってまいりました。これオールフォーワンね、欲しいなと思ってたんですけど、イバラちゃんにちょっと蘇生されてしまって、まあ、体力まあめちゃくちゃミリなんで、はい、ガンガンにご利用しながらのナンバーワンヴィランを手に入れていく。このオールフォーワンのね、まあ、ヴィランとしてもめちゃくちゃ強い、ヴィランじゃないわ、ボットとしてもねめちゃくちゃ強いんですけれども、ちょっとイバラちゃん来てて、もう体力激アバターって一旦隠れながらね、回復をまあ入れていきますよと。で、一生懸命隠れてるけど、ボットがすごい、すごい隠れない。当たり前だけど。逃走中のさ、演者隠れてるけど、カメラマン本当に隠れられてんのかなみたいな、その心配要素がありますよね、ボットちゃんはね。はい、ただそういうこともなりふり構わず、ガンガンにちょっと攻めていきたいんですけど、なんかボットがいるとね、すごい強い、強気でいけるんだよね。自分死ぬんだけど。まあ、本体死んでも最悪、最悪死にきなければ、さっきみたいにダウンぐらいだったら、まあ、ボット生き延びますので、まあ、俺の意思は絶対残すよ、みたいなね。ところで、まあまあ、いいよ、よく言えば。すごいよく言えば、意思だけは、残してますよ、と。思いきや、ボットが意味のわからない壁よじ登り。これなんか、ピクミン&オリマーの感覚で、やっぱオリマーについてくるんですよ、ボットが、ピクミンのごとく。なんでね、まあ、よくわかんない行動するんですけど、このなんかボットがさ、すごいやる気を起こしたりとか起こさない時あるけど、何の違いなんだろうね。まあ、よくわかんないよね、その違いが。なんで、ボットがすごいやる気出す時とさ、本当に役に立たないなっていう時があるんだけど、今回のね、これやってた時は、結構ボットの方が、9割方活躍してたというような感じでございましたので、ぜひ最後はね、見ていっていただければと思います。ちなみに、ちゃんとね、実況しながら撮ってたんだよ、これやってる時ね。で、ボット強い!ボット強い!ボットが強いとかっていうね、風に言ってたんですけど、全然音声取れてなかったわ。一人だけがむしゃらに喋ってたと。で、さっき味方さんが倒してさ、ダウン隊をさりげなくコピーさせてもらえねえかなっていう、バウンティーラッシュで培ったさ、バウンティーラッシュというか、青シャンクスで培ったキルパク能力を生かそうと思ったら全然ダメでしたね。はい。やっぱ新参者にはさすがにキルパクは譲っていただけませんでしたと。
はい、まだなんで自分でねしっかりと剣をもぎ取っていこうということで、あのデクマはどうせ一人だろうと思ってね、あのガンガンに詰めてます。でこれボットね自分でも出すことできるんだけど、これ見てこの20すごくない、この実質商談2連撃すごい。あのボットと自分のアルファを打ちまくって、あの牙と赤丸、実質あと一人商談2連撃みたいな感じで、まあ、商談2連撃ではねえか、まあ、ガツーガということでめちゃくちゃに強いのよ。だから、トゥワイスボット出しながら、あの、やる気出してくれると、めちゃくちゃにダメージ出る。さっきみたいにね、瞬どけしますので、あ、すっごい楽しいのよ、トゥワイスって。なんかね、このヒロアカのゲームやってから、まあ、あまりこう、ヒロアカで特に好きなさ、あ、かわいい、ボット。かわいいもん、こうやってついてくるの。喋ってたら次の戦闘死んじゃったわ。ということで、なんか、その、ヒロアカで特にこれといった好きなキャラいなかったんだけど、まあ、トゥワイス使うようになってから、トゥワイス結構ヒロアカで好きなキャラですね。可愛くてね。で、まあ、ここら辺、ちょっと敵が見当たらなかったので、まあ、本当にボット頼りと言いますか。あ、とりあえずボット出しとけば強いよね、という今、思考回路になっております。なんかよく敵見失うんだよね。自分の将来と一緒ですね、これは。なんでまあ味方さんとちょっとフォーカスしながら行きたいなーなんて思ってますけど、このオールマイトがねもうお肉状態だったので、まあガン詰めしてナンバーワンヒーローもね味方にしていきたいなという作戦になっております。となんでまあボットとねしっかりと協力しながらナンバーワンヒーローを追っていく。熱いですね。これでまあコピーさせていただきながらのナンバーワンヒーローかつナンバーワンヴィランを手に入れたナンバーワンココナスが誕生いたしました。これで負けるわけないと思ったらナンバーワントーカが来たんでね、ナンバーワントーカが来たんで一旦逃げて回復をまあ入れていきましょうというところで、隠れてたらナンバーワンヒロインが来ました。いろんなナンバーワンがね、集いに集っていろんなナンバー、その本当のナンバーワンは誰なんだという決める対決で、すんごい引っかかった。ナンバーワンポンコツココちゃん最高ナンバーワンでしたね。ということで、まあ、しっかりと、まあ、回復を入れながら、またね、次の戦闘シーンまで、行っていきたいなと、いうふうに思うんですけども、まあ、言うて僕が回復してても、その間に、その、ナンバーワンヴィランとナンバーワンヒーローとナンバーワンココちゃんが、しっかりとね、敵をボコスコに殴ってくれますので、まあ、ココちゃん本体は特にこう攻める必要がないという、自分でココちゃんっていうのめちゃめちゃ気持ち悪いな。何やねん、ココちゃんって。はい、ということで戦闘シーンになります。なんかもうラスト終盤ね、まあ、味方さんの方に寄っていこうと思ったら、ガンマこれオートエイムみたいなと勝手にタゲ取っちゃうのよ。でそうしたらトガちゃん、トガちゃんね、オーチャーコのねあれに突っ込んでしまいましたというところで、これ何あれ、あれ合法ですか、これギリ違法な気がするんですけど、なんかミリオの下からアッパー食らって、で浮いてる間に剣道ちゃんにパッチンされるっていう、あまりにもね、いじめプレイでしたということで、本当に2回目の要介護プレイ、申し訳ない。本当に申し訳ない。味方さん様々プレイすぎてね、本当足引っ張って申し訳ないなという感じなんですけども、ちょっとね、体力が少ない反面、このちょっと削れた状態で詰めてしまうと、またちょっと要介護になってしまいますので、ギリギリまでちょっと回復入れさせていただきながら、また攻めていきたいなというところで、しっかりとね、こちら攻めていきますよと。で、ダビさんが全体入れてくれそうな感じもあるんですけども、ちょっと体力的にね、入れれるか怪しかったので、一旦ちょっとしっかりとね、回復入れさせていただいてましたと。で、剣道ちゃんさ、ちょっとすごい苦手なんだよな、剣道ちゃん。なんか、火力高いんだもん。で、これね、またナンバーワンヒロインもコピーすることができました。なんで、ナンバーワンヴィランが、ちょっともう、KO、ボットちゃんが溶けちゃってる可能性があって、溶けてたので、あとナンバーワンヒロインと、ナンバーワンココちゃんで、頑張っていこうかなというところでございますが、敵ももう結構いなかったんでね、焦らずしっかりと回復入れながら、最後ね、このお茶ことのコンビネーション。爆発しますので、ぜひ最後までご覧くださいと。で、あそこのダウンしてて行こうかなと思ったんですけど、さすがに間に合わないと。いうことで、ここはね、コピーのあれもなかったんで、一旦これパチポンパチポン、入れさせていただきながら、空中でさ、敵を消えようとするとさ、アイテムがふわーってなんか広がっていくのよ。それやりてえなと思ったら、クソエイムでできませんでしたと。で、しっかりと敵見つけたんで、さっきの剣道ちゃんね、これ、ウザ剣道ちゃん。なんかここはしっかりとね、プール切ったんですけども、近づかなければ、なんとかなりそうな感じもあったので、で、これ、トガちゃん、お茶子ボットが浮かせてくれたので、まさかのお茶子ボットがめちゃくちゃ活躍して、敵を浮かせてくれたので、それにフォーカスして、剣をめちゃくちゃに当てまくるっていう。いや、ボットね、強い。ボットなんか、いつぞやの修正でスキル使うようになって、そっからクソ強くなったのよ。で、最後これね、気持ち
曲コピーしたいなと思ったらめちゃくちゃ吹っ飛ばされて、意味のわからない感じで TWICE の脳天だけ見て終わりましたということで、非常にねボットが活躍かつココちゃん要介護編成だったんですけれども、なんとかチャンピオンになることができましたと。まあ野良でやってるんですけどもね、なかなか野良でチャンピオンするの難しくて、まあ結構嬉しかったなということで、俺だって人間だぞっていうセリフね結構好きなんでございますが、最終的に4300ダメージの6人 KO。 いや TWICE マジで楽しいんでね、もしやってる方いましたらぜひ試してみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。